The Ginza Subway Line, the Asakusa Subway Line, and the Yurikamome Line.行きましょう。こっち乗りましょう。10の14なんで後ろの方に集中しちゃうな。全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。岐阜羽島駅に着きました。岐阜羽島駅ですけど、左側のレールが新しいね。新しいのか、あんまり列車が来ないから錆びてるのか。ここで通過列車を待っているんですね。そこはね、名鉄の新羽島駅ですね。G44 編成に乗ってきました。のぞみ号が来ました。はい、通過線はね、JR 東海、脱線の逸脱防止。最高のビューです。ビューですね。新幹線のね、音が聞こえる。窓が全部開くと危ないからね。岐阜羽島駅前のアパホテルですけど。
型のこだわりを女子アナの仕事見てる。チャーシューにすごくこだわっていると聞いたのですが、やっぱりこの油がいいんだよ。なるほど、これが髪の毛によく馴染む。髪型のこだわりを女子アナの仕事見てる。髪型ではなくラーメンの話をお願いします。文句があるのか。いえ。じゃあなんだ、お前は俺の髪型じゃなくてラーメンの話が聞きたいっていうのか。そうです。はい、夕方4時なんですけど、まだ早いね。岐阜羽島駅ですね。今からですね、ちょっと名鉄で豊橋まで行ってみようかな。新幹線で豊橋もう一回行ってみてもいいけど、ちょっと考えましょう。なかなか新幹線の駅としてはシンプルですね。はい、名鉄のね、新羽島駅、ここにまず行って、ここから笠松まで行ってみますかね。まず帰りまた新幹線でここに帰ってくればいいからね。ちょうど笠松駅やってきました。これに乗りましょう。名鉄で旅してみましょう。よし、Thank you.